皆様ハイタイ。はい、本日はここ沖縄市にある沖縄こどもの国に来ています。イエーイ。もう沖縄の動物園といったら沖縄こどもの国ですよね。はい、本日はその中の琉球湖フィールドとライオンフィールドをご案内していただきたいと思います。ということで早速行ってみましょう。Let's go! まずは琉球湖エリアに到着しました。はい、早速行ってみましょう。はい、ここには野生の動物がいるそうです。本日は琉球湖エリア上手様にご案内いただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。そうですね、こっち、刺し場なんですけども、刺し場、お、あ、いた、上の方に入る。かっこいい、かっこいい。あ、カンムリワシ、カンムリワシ、具志堅用高さんの名前です、うん、というか、赤小便もいるんですか、ここ。赤小便が、次はモンキーハウスになります。おお、マンドリルですね。マンドリル、かわいい。メスのクリーム。あれ、え、何何何何するんですか。これはなんか飼育員とか来るとお尻を向けてなんかくれるのかなって。試合の証みたいな。そうなんだ。結構猿とかお尻を向けてこういう風に。へえ、すごい。飼育員の顔とか。すごい、すごい。一緒にいないと見せてもらって。ウエジさんが来たから確かにお尻を見せたんだ、すごい。かわいい。お、お、お、すごい、シャッター撮ってって言って。あ、すごい、え、すごい、すごい。なになに、なにして見て、かわいい。この動きかわいいですね。ダンサーみたい。すごい、結構ね、目がね、イケメンなんですよ。青っていうか、コバルトブルーっていう。コバルトブルー、ヒカルさんの色だ。青、そうですね。本当だ、目が結構綺麗な目してる。すごい、尻尾。すごい。尻尾で物を持ち上げることができるんで。へえ、かわいいね。餌も尻尾で取ったりもできますし。器用だ。手が5つあるようなものですね。確かに。へえ、すごい、すごい、ブーライ、ブーライ。ブラブラしたり。もうこの子も結構いい年なんですよ。33。元気。薬師マザルの猿山です。もう上にたくさんいる。いるいる。ほら、すごい。こっち今10生まれたから15か。15頭になります。15頭。そうですね、小猿が最近3頭生まれたんで、はい、それ合わせて15頭になります。下のが薬丸です。薬丸、ね、あとは毛並みとかですかね。すごいですね、薬丸。何もないよ。やんちゃ坊主。今もお母さんから少しずつ離れて遊んだりしてる。お、かわいい。ここにいるのがボスですね。最後ボス、最後高森。すっごいふわふわしてる。あ、あ、最後、最後。かわいい。え、みんな知らない人がいる。本当の手が好き。なんか、あ、すごい。やっぱりボスだから。どこどこ気にしてます。あ、そういうこと。チームの様子がどうだった。あ、かわいい。来た来た。すごい。びっくりする。え、かわいいですね。キャベツって言ってました。キャベツって。ちひろはメスですか。ちひろはメスです。メスなんだ。あ、お二人。なに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 、なんでなんで。結構こういう風に検索的に小競り合いは結構違う。小競り合いは今ちょうどここにおちょこの子供が。あ、かわいい。かわいい親子。
ちゃんは生まれたばっかりの赤ちゃんですか？そうですね、おちょこが7月の24と28と8月5日、はい、へぇー、あ、1ヶ月経ったかなぐらい。ということで琉球湖エリアを見て回りました。はい、はい、もう琉球湖に住んでいる動物たちが、うん、出会うことができて、ヤクシマザルが本当に可愛かったですね。可愛かった、人間みたいだったそうそうそう、すごい子育ても協力して、本当に3世代で協力して、さすが。は、次はライオンのコーナーへ行きたいと思います。イエーイ、楽しみ楽しみ、行きましょう。はい、ライオンフィールドに到着しました。イエーイ。はい、このライオンフィールドは宮城さんにご案内いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ライオン関さんと宮城です。よろしくお願いいたします。はい、このライオンフィールドはどういったものなんですか？はい、こちらですね、2019年のにオープンしました、はい、新しいライオン社になりまして、一番はですね、この2層構造になっていて、はい、ライオンを360度いろんなところから観察できるようになっている施設です。で、当然ですね、ライオン4頭飼育しているので、今実際ライオン展示場に出ているので、また見に行きましょうか。はい、ありがとうございます。すごい、かっこいいですね。セーラームーンじゃないですか？セーラームーンの日に生まれたんです。セーラームーン、あ、本当に、そうなんです。セーラームーンの日、あとスーパームーンの日。スーパームーン、セーラームーン、長尾家、長尾家、すごい大きい、大きい、かっこいい。そういった時には普通のチャライオンと変わらないんです。もう本当にもうライオンなんですけど、はい、いろいろ DNA とかそういったものがあって、その中の一つで体が茶色くなれっていう遺伝子がちょっと特別変異を起こして、茶色にならなかったんで、まあ、白くなった、そういったの、それがホワイトライオンといって、世界でも大体もう500頭ぐらいしかいない。500頭のうちの1頭がこちらにいるということですか？そうです。世界で、世界で大体500頭ぐらいです。やっぱ野生でも生まれるみたいなんですけど、やっぱり白ってちょっと目立ってしまうと、小さい時に他の生き物にやられちゃったりとかして、なかなか隠られないから。そうそうそう、そうなんです。今特に九州では、うち沖縄、子供の国しかいないんです、うん、ここにしかいないんですよ、九州、沖縄では。すごい、リズムメスのホワイトライオンもいるんですけど、今1日越しで、5体5体展示しているので、今日はリズムちゃんはバックヤードでお休みです。カノ、カノ、そう、この子は、ライオンのメスライオンのカノです。カノ、女の子ですね。カノ、かわいい、カメラですね。すごい、動画で餌は馬肉と鶏肉を食べてます。だいたいもううちだと、1日8キロとか、まあ、6から8キロぐらいを体調に合わせて与えてます。週に1回、あと絶食日って言ってご飯あげない日っていうのをわざと作ってた。これはなぜですか？これ野生だとやっぱ狩りが成功しない時のことを考えて、やっぱ週に1回この絶食日っていうのを設けて、この胃とかお腹にちょっとまあ負担をかけないようにする日っていうのを作ってます。面白い。耳の後ろに何かちょっと黒い模様、はい、ありますね、はい、これは家猫って言われて、皆さんたちがよく家お家で飼ってる猫にはない模様で、これ野生の猫とかそのライオンとかにもあるものなんです。黒い線ですか？そうそうそう、この黒い耳の後ろにこの黒、これがこの何だろう、飼われてない猫たちの証っていうんです。すごい合わせの景色が。休める場所もある。ライオンを見ながら、ここからよく、涼しい時なんかはここの岩の上に登って、よくライオンが、休んでる姿って見れるんですけど、今日はちょっと暑いのか、カノちゃん下の方に行ってご飯でられてます。馬肉、はい、すごい、
でもほとんども丸飲みです。本当だ、一口で。ごめん、ごめん、でした。あ、移動した。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで沖縄こどもの国を回ってきました。もうすっごく楽しかったですね。久しぶりにね、そうそうそう、ゆっくり動物を見たから、楽しかった、ね、本日回れたのは琉球湖エリアとライオンゾーンのところなんですけれども、うん、まだまだ本当に沖縄こどもの国は見るところがあるので、ゾウもキリンもカバもいますし、うん、もう本当に皆さんに来ていただきたいですね。第2弾だね。第2弾、私たちも第2弾でまた来ましょう。来、ね、ましょう、来、はい、ましょう。はい、沖縄こどもの国は YouTube チャンネルがあって、動物園の様子などをライブ配信しているので、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そして状況が落ち着いたら、ぜひお越しください。それでは皆様、またやったー。